悪魔の足、悪魔の足、悪魔の足、ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・デビル、エス・フットは、イギリスの小説家、アーサー・コナンド・イルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち40番目に発表された作品である。イギリスの、ストランド・マガジン1910年12月号、ストランド・マガジンアメリカ版の1911年1.2月号に、 発表。九百十七年発行の第四短編集、シャーロック・ホームズ最後の挨拶に収録された。物語は、作中の現在から十三年前のこの事件について、ホームズから公表の許可が出たというワトソンの一文から、始まる。十三年前の千八百九十七年春、私立諮問探偵のシャーロック・ホームズは、カロトフ節制により健康を祝し、 電気作家で医師のジョン・ H ・ワトスンと共にコーンウォールへ天地療養に出かけていた。二人の滞在している別荘に牧師館に曲がりしているモーティマート・トリゲニスが恐ろしい知らせを持ってくる。妹のブレンダが死亡し、兄弟のオーウェンとジョージが発狂してしまったのだと言う。現場は犠牲者三人の住む家である。昨晩モーティマーは三人の家で一緒に夕食をとり、一人で 牧師館に帰ったらしい。今朝になって今の椅子に座ったまま恐怖の表情を浮かべ、死亡発狂している三人が発見されたのである。モーティマーは三人との間に財産の争いがあって別居しているが、現在では良好な関係だと語り、悪魔の仕業ではないかという。現場を訪れたホームズとワトスンは三人の家政婦に事情を聞く。昨晩は何の異常もなく、 今朝三人の姿を今で発見して、自分も恐怖で気絶してしまったという。ホームズは恐怖の表情で死んでいるブレンダの遺体を確認し、現場を調査する。侵入の形跡はなく、今の暖炉には火を入れていたと考えられる。ホームズは三人に何かが起きたのはモーティマーが立ち去った直後であると推理するが、犯人や動機はわからない。別荘に戻ると、 近所の住人でアフリカ体験家のスターンデール博士が訪ねてくる。博士は再びアフリカに向かう途中だったが、事件を知らせる電報を受けて戻ってきたのである。博士はトリゲニス一家とは親戚にあたり、捜査の状況を聞きたいという。ホームズは、具体的なことは何も話さず、気分を害して立ち去る博士を尾行する。翌朝、今度はモーティマーが自室で、 前の事件同様に死んでいるという知らせが入る。現場はランプがふすぶっているせいか、空気がよどみ息苦しい。ウォーティマーは妹のブレンダと同じく恐怖の表情を浮かべて死んでいた。現場を調べたホームズはランプから針を採取する。ホームズは2件とも締め切られた部屋で火の存在があり、立ち入ったものが気絶したり、息苦しくなったりしていることから、 何かが燃やされ有毒な気体が発生していたと推理する。ホームズは二軒目のランプから燃え残りの粉末を採取していて、その効果を実際に目の前で燃やし確認しようとする。粉末の燃える匂いを吸い込んだワトスンは直後に想像を絶する恐怖に襲われ苦しむ。しかしワトスンは事件の犠牲者たちと同様の表情を浮かべているホームズの顔を見て力を取り戻し、 ホームズを抱きかかえて部屋から脱出する。ホームズはワトスンに感謝し、とんでもない実験を行ってしまったこと、ワトスンまで巻き込んでしまったことを心から謝罪した。ホームズは呼び出したスターンデール博士に一件目の犯人がモーティマーであること、二件目でモーティマーを殺害したのが博士であることを調査や実験の結果で説明する。博士は関連し、 すべての真相を明かす。モーティマーは、トリゲニス一家の財産を独占するために、博士の家から悪魔の足の根というアフリカに伝わる毒草の粉末を盗み出し、博士が出発するのを待って使用したのである。博士とブレンダは、長年の恋人同士であり、この毒が、現在の科学では検出できないため、博士は、自らの手で復讐すると決める。そして、モーティマーの元を訪れ、 同様に悪魔の足の根を用いて殺害したのだった。博士はホームズに自分の運命を委ねるという、警察に依頼されたのではなく、個人として事件を調査していたこと、博士と同じ境遇に陥れば、自分も同じことをしていたかもしれないと考えたことから、ホームズは博士を告発しようとはせず、アフリカで研究を続けるよう促すのだった。 この事件では燃焼させると幻覚症状と致死性の有毒ガスを発生させる悪魔の足の根レイディックスペディスディオベリーと呼ばれるアフリカにのみ存在する毒物が使用されたためコーンウォールの警察には死因がつかめなかったという設定になっているホームズは現場調査の際警察の捜査を妨害しないようランプに残された粉末は半分だけの採取に留めている 警察に対してはランプに注意するよう助言し、情報が欲しければ別荘へ訪ねてくるようにとも伝えたが、警察はホームズを頼ろうとはしなかった。悪魔の足の根については現代でも知られていないが、その有効成分についてはいくつかの説がある。ジョージビコーエル博士は LSD-25 であるとし、未知の植物の根に同様の合成物質が含まれている可能性があるとした。 薬物学協会会員のカエーアレンはレセルピンであるとし、悪魔の足の根は根にレセルピンを含むインドジャボクの銅であるとした。日本のシャーロキアン田中裕二は、この二節を当たらずといえども、遠からずとし、自身はドーパミンやセロトニンの化学構造により近い構造上の骨格を持つものだとその正体を推測している。事件の舞台は、 ロンドンから遠く離れたコーンウォールである。ドイルは1909年2月、療養のためコーンウォールに滞在し、そこでコーンウォール語の研究をしたことがあった。ドイルは、この滞在中にコーンウォール出身の船乗りから最近の作品について滝から落ちたホームズは死ななかったがどこかに怪我をしたはずだ。なぜなら以前と変わってしまっているからという趣旨の批評を受けている。 オーェンダ・ドリー・エドワーズは、ドイルが後に何度も、この批評を引用していることから、相当こらえたのだと推測した。そして、批評に対して、コーンボールを舞台とする事件を起こし、それを鮮やかにホームズが解決する内容として、書き上げる必要に迫られたのだとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。